悲しくったってコートの中では平気なの。ゆかり、準備はいい？うんうん。読むはがきはちゃんと用意した？喉が渇いた時にはお茶を飲むのよ。はい。どうしたの？いつもの元気がないじゃないの。だって今日は玲子さんと二人っきりでおしゃべりするんでしょ。そうよ。女の子二人っきりで大丈夫かしら。どうしたのゆかり、目をうるうるさせて。うるうる。玲子、私怖い。だって女の子だもん。やめー、冗談だよ。そうだったよね。冗談じゃないからね。なんだよ、文句あっか。血液型なんと AB 型、彼氏のいない歴10年のレイコです。今週のセイヤングも先週に引き続きまして、佐田の松さんはですね、新曲作りの合宿のためにお休みです。ごめんね、本当にすいません。ということで、先週は私レイコと能義行さんことノーチンがお送りしました。そして今週は私と東京音楽祭世界大会の日本代表にもなりました、日本を代表するおしゃべり娘のこのチャキチャキおしゃべり娘です。はい、選ばれたのは歌唱力で選ばれたんだと思います。こんばんは。4月12日生まれ、血液型はなんと典型的な A 型です。消極的です。彼氏のいない歴は0年から言いたい、森川ゆかりです。こんばんは。どうも、お久しぶりですね。いやー、もう元気ですか。なんですか、髪の毛どうしたの、長くなっちゃって本当に。いやいや、伸びる伸びる。いやいや、伸びる伸びる。いやですからね、はい、まあとにかくね、まあ、今日も頑張ってやってみたいと思いますので ね、これてよかった。はい、今夜のセイヤングは玲子と森川ゆかり、日本を代表する美女2人がお送りする女性のための90分ですよ。はい、第395回東京は文化放送の奥の院第一スタジオから、0時半まで生放送でお送りします。最後まで聞かなきゃダメよ。レイコとゆかりのセイヤング、この番組はハートも美味しいの東鳩製菓がお送りします。それではまずはレイコさん、差し置いて失礼いたします、はい、どうぞ。この森川ゆかりの歌、一作前です、今の曲の一作前です。一作前ね、はい。自分らしく生きてできられたらかっこいい、あなたらしく。改めましてこんばんは、レイコでございます。改めましてこんばんは、ゆかりでございます、ね、今日も、まあ、今週もというか、レイコは2週目頑張っているわけですが、うん、兄まさしがですね、はい、このコーナーだけはやりたい、先週できなかったの、野球が押してね。で、今日は押さなかったんで、時間と距離を超えて登場しますよ。どうやって、はそんな不思議なことができるの。あのね、佐藤まさしさんって魔法使いかしら、それともマリックのお弟子さんかしら。あのね、録音よ。録音って何？いや、そうだ、ゴンザイモンに聞いてみよう。知らなかった。知らなかった。二人してる。うっさの中に品がある。国際ハーベストドワイガーク。うっさの声はうるさいね。ま。ちょっと行ってみよう。あ、よし、学校らしくなってきた、ね、だんだんね、うん、ちょっと木造校舎の趣が出てきたけど、こんばんは。私は国際ハーベスト大学総長の矢部正治ハリマロでございます。オバンデヤンス教授の花見小路抜けマロです。そうです。そして、このガラスの向こうにはガラス越しフリマロという理事長が、3人で大学を目を向いて、ギョロッと目を向きながら運営しているわけですね。国際ハーベスト大学の授業をやる前にですね、一言お知らせをしたいと思います。来週、佐田はいつも通りセイヤングをお届けするわけでございます。なんと、来週はですね、セイヤングの放送開始から
実にちょうど20年を迎えます。20年と一口に言えば、な、20年ですよ。20年です。20年がそれを記念いたしまして、来週6月一月はセイヤング20周年記念月間といたしまして、毎回素晴らしいゲストをお迎えしてお送りする予定です。ね、素晴らしい。セイヤングももう20年なんですね。20歳。ね、あの正式には終わってからもう8年経つんですけども、サダカスの間繋いでおりますから、はい、12年プラス8年で20年。まあ、こういうわがままな計算でございますけどね。足し算ですね。そうです。そこでお願い。余計なツッコミをしないように、はい、セイヤングの古い放送の録音テープをお持ちの方、嫌な予感がするな。嫌な予感がする。だいたい出てくるテープは出どころは分かるような気がする。グレープ時代のセイヤングのテープを私は全部持ってるんじゃないかな。確か、うん、確かな。ただそれ時代聞けるかな、回るかな。昔のカセットテープだからな、企画が合うかな。合うよな。カセットはカセットは戦前でしょ。おいじゃない。どうして戦前で20年になるの。まあぜひその古い録音テープを万が一お持ちの方はですね、そのテープを送っていただきたい。もちろん責任を持ちまして私どもで返却いたしますので、はい、お返し願いたいと、こういうことでございます。なんせ20年という長寿番組、文化放送といたしましても保存の限界というのはあります。これはもうね、テープをね、録音してね、いちいち生放送録音してたらね、これはキリがないわけで。生放送ってのは原則として昔は録音しないんです。もう言うたらしまいやという。危ないです。危ないから助かるときも言うてん、うん、あ、言ってないって言うてん、覚えてまへんな、覚えてまへんな。何ぞ言いましたか、ね、証拠でもありませんか。反応しましたか。これ、ね、そうそれで済んだわけ、うん、最近は非常に言葉とかいろいろ難しい。で、資料が十分に残っていないんですね。ここは一つ武士の情けというところでもって、万が一お持ちでしたら皆さんのご協力をお願いしたいと、昔のセイヤングの古い放送の録音テープをお持ちの方、ちょっとお貸し願いたいと、こういうお願いでございます。というわけで、来週からのさだまさしのセイヤング20周年記念月間、毎回がスペシャル番組になります。かつてのセイヤングのパーソナリティとかですね、まあ大変素晴らしい人たちがもうひしめき合ってる、キラ星のごとくひしめき合っておりますからね、そういう人たちにもね、出ていただけるように一つ頑張ってみたいと、こういうふうに思っておりますんでね。それでは、あの懐かしい砂嵐がやってくるまで、国際ハーベスト大学のおはがきを紹介します。砂嵐。さあ、それでは今週のおはがきを読んでまいりましょう。進級希望というのは1回生ですね。風見鳥、三秒小劇場。先生わかりません。先生、あ、まず生徒。先生わかりません。今度先生、俺にはわかる、お前にはわからない、それでいいじゃないか。教えよ教えな、そら先生好きだな、俺こういう作品は。好きだな、うん、こういう作品はな。好き。よし、これはと竹をあげちゃおう。竹ね。ね、もう1回生には簡単にまずあげないんだ。竹しかあげない。竹ね、うん、可愛いのが来てるな。ペンネームホワイト、可愛いぞ。母と子の会話。浦島太郎は亀さんと一緒に竜宮城に行きました。お母さん、この絵本嘘ついてる。ほな、どうして。だって竜宮城が書いてある。絵にも描けない美しさちゃん。可愛いだろ。可愛い。実はありそうだもの。ありますね、これはね。よし、どういう、大きくなったらもうそういうことばっかり言うだろうね、僕は。もう本当にもうそうね、荒探しの、うん、荒探しの子っているね。いる。時々ね。うん、なんだかよ。顔、真顔で言うでしょ、子供って。まあ、突っ込んでくるな。ねえ。うん、で、ボケてるやつは、本当に子供に突っ込まれて、うんってなるもんね。なります。うん、わかるわかる。ねえ、ひろたくん。本当に。さあ、続いての、あ、これは今の作品は入学希望かな。ペンネームホワイトは。ペンネームホワイトは入学希望らしい。1回生。竹。ペンネーム本の出来心。親子の会話。お父さん、おつの味ってどんな味。上から2番目の味だ。浸透しません。うん、ちょっと浸透しません。意味は分からなかったんだな。僕ですか。うん、分かりますよ、これぐらいは。解説してみろ。おつなんとかって上にあるんでしょ。おつなんとかって上にあるんでしょ。お前、こう打つ、つけがたいの、こう打つぐらい。出よ、すぐ。だから、こうが出なかっただけ、こうって分かってましたよ。なんかあるっていうのは。甲子園のこうやろ。こうですよ。亀のこうですよ。そうや。そうでしょ。甲子園のこう、こう、こう、
甲子園な成績でもあったじゃないですか昔。知らん。お前コーツコーツええか。ふわーっとし。ではここで休憩時間です。小さい頃使っていたグローブ、毎日のように仲間と遊んだ、父とよくキャッチボールをしたやつ、この味にはそんな思い出が詰まっている。変わらない美味しさ、ボーハットキャラメルコーン。母さん、よしおまたデスコか。お父さん、デスコじゃなくてディスコでしょ。このポテコは美味しい。ポテコじゃなくてポテト。ボーハットポテコ。あら、ポテコね。軽い塩味のトーハとポテコと投げは。さて、国際ハーベスト大学の授業を続けたいが、行くぞ。伊藤幸子、入学希望、夫婦の会話。親の目から見てもブスな娘だな。どっちにも似てないぞ。お前誰の子だ。妻、あなたと知り合う前の私に似たのに。深い深い、かなり深いものがあるな。でも竹止まりだな、うん、惜しかったな伊藤幸子。ひろたが好きなのが分かりやすいのが来ている。お茶商大4回生の片山正明は先週、竹を取ったやつだな、はい、うん、鮮明に覚えてた先週の言葉で、はい、なんかついさっきの出来事のように覚えてる、ね、さっきですもんね。おい、感覚はですか。感覚は。さあ、期待できる片山正明。あ、入学許可したんだっけ。あいつ、入学を許可したのかもしれないな。こういうのは入れといた方がいいですよとかお前が言ってたような気がするな。確か。ええ、こういうのは時間に期待してとか言って。まあ、やっぱり時間が経つとね。これはね、合格してる。やっぱり入学を許可してるから。1回生だ。1回生のつもりで聞け。タクシーの運転手と客との会話。あ、運転さん、レールの上通ってますよ。次は新宿。新宿。開き直った。好きだね。好きですね。好きだ。うん、好きだこれ。今なんかでも一回生のつもりで聞けよってのは何なんですか。一回生じゃないですか。ああそうか。なんかもういいんじゃないですか。あ、そうか、もういいつもりで聞けよ。あ、そうかそうか。もう一週間経ったんで認知されてるの、みんなには。一回生なんです。一回生の片山さん。ちょっと苦しいね、うん。ちょっと苦しい。じゃ竹。竹ですね。竹をあげよう。石田まさみ。石田まさみ。どっかで聞いたことあるな。あ、吉田まさみだ。入学希望。吉田まさみは元気かな。寝台車にて、2階から歯ぎしり。いや、それだけなんだけど。面白いか。2階から歯ぎしり ?2 階から歯ぎしり。2階から目薬の、2階から目薬の、これはパロディーなんだな、きっと。なるほど。歯ぎしりとね。外したな、ね、石田。石田さん。外したよ。外しちゃった。梅だ。梅にとどまってしまった。外さなきゃいいな。高村香織、ここなんですよ。高村香織。総体予選ソフトボール大会にて審判、バイバーイ。来た、来ましたね。来た来た来ましたね。今は高村香織、入学が許可された。入学許可、待つね、待つをいただきまして入学が許可されました。うん、なかなかいいね。審判上がってたんだろうな。まさか。審判もあるかな。上がりますよ、やっぱ審判も。プレイボーイ。いいなぁ。なかなかいいな。入学希望。さだまさし、早稲田大学さだまさし研究会の福田智明。やっぱり、早稲田大学のさだまさし研究会ぐらいになると、ペンネームを使ってこないな。ああ。うん。堂々としたもんだ。開き直ってるんだな、こいつら。うん。物心ついた兄と幼い妹とのやりとり。妹、ママパンツないよ、パンツちょうだい。兄、ないならノーパンでいいじゃないか。妹、ママノーパンちょうだい。かわいいな。かわいいですね。入学を許可しよう。福田、いきなり入学を許可された。ペンネーム片方、栃木県下津賀郡。行くぞ。私のいた中学の図書室には結婚と出産という本が置いてあります。図書委員をやっていなければ気づかないようなところにあります。他にもこの出版社から出ている妊娠、お産百科、赤ちゃん百科などがありました。うん。いや、うんって、うん、これ3秒衝撃じゃない。面白いだろ？いや、俺は置いてあって当たり前です
なぜ置いてあったんだよ。まあ、なぜですか。結婚と出産はどうして関係あるんだ、中学校に。早くから知っておけばいいんですよ、そういうことは。まあ、それはそうだ。もうか、まあ、当たり前のことですよ、これは。読みなさい、読みなさい。いやいや、そういう、あのね、もしもし。これ通常のハガキを読んでるコーナーじゃないんだ。三秒小劇場なんだ。なんかやんなきゃいけないんだよ、松か梅か竹かを。まあ、竹。竹あげる竹。発見したという偉さがあるもんね。わざわざ探したって。うん、梅ですね。どっちね。どっちやねん。あんた、竹しましょう。あんた、教務主任やろ。いやいや、だから、総長はどう、うん、私はまあ、よく探してきたって努力を買って竹をあげてもいいなと思って。竹でしょ。だから最初から竹って言ってるじゃないですか。竹だけです。ペンネーム国学院高校の1年10組。懐かしいな、10組。まだ国学院高校は人数多いんだな。最近人気あるんだ、国学院高校は。ああ、うん、そうですよね。生徒が優秀になってきたって。昔は。アホばっかり。なこと言っていいんですか。アホばっかり。昔はアホばっかり。私たちの頃はアホの吹き溜まりとまではいかなかったけども、うん、まあほとんど変なのばっかりいた。私のクラス会に来てわからないのか。わかった。わかったか。よし。1年10組18番、飛行艇炎上。あ、飛行艇がまだ残っている。飛行艇、私が打ち立てた名門ですな。ね、飛行艇一門。あれは立派。国学院高校、もうこれだけで俺は入学を許可しよう。でもそれはダメですよ。なんで？それはダメです。いいんだよ。落ち着けなんだから。エコひいきはダメです。そう、はい、活動とジャイアンの喧嘩。まだ受けるだろ。活動とジャイアンの喧嘩。受けただろ。入学を許可しよう。参った。参った、参った。それは参った。でも見てみたい。見てみたい。活動とジャイアンの喧嘩。喧嘩うん、あれは、活動の方が年上だよな。活動はもう30いくつだろ。あ、そうなんですか。だって、サザエさんって何年やってる。俺の子供の頃からカツオは俺と同じぐらいの子供だったぞ。ってことは俺ぐらいじゃないか。ジャイアンっていうのはまだドラえもんが出てから何年か。そうか。せいぜい二十歳だよ。ね、いい勝負だよ。二十歳の方が勝つんじゃないですか。そうかもしれない、ね。よし。じゃあ続いての作品。ありそうでないもの。これはね、ペンネームは裏。さだまさしのオールナイトニッポン改め、文化祭実行委員会副委員長。ね、あれ何度も改めなさい。ワイパーがついている潜水艦。潜望鏡にね。なるほど。潜望鏡にね。潜望鏡にね、うん。今でも潜望鏡ってあるのかな、原子力潜水艦でもあるのかな、潜望鏡。見たことないですね。だけど一応あるんだろうな。あるでしょうね、それはね。だけど海の中からこう潜望鏡をペッとこう出してこうキュッキュッキュッとこう見るような、そういう旧式のじゃないだろうな。昔懐かしいやつですね。うん。どうやってんだろう。今頃テレビじゃないのかな。もうそうかもわかんないですね。うん。ペッと見て。だって見る必要ないんじゃないか。もう全体が。わかるんだ。わかるんじゃないか。だってバスだって後ろにテレビついてるぞ。テレビカメラ。あ、ついてます、ついてます。ワンマンバスは。そうです、そうです。バスがついてるのに潜水艦がね、今時潜望鏡なんかつけないけど、話がずれたら、隊員ナンバーをもらってるから1回生、梅。1回生は大概、本当に面白くないとダメ。男女吉原は1回生になった甘えが見える。ああ。行くぞ。読まんかったよろしい。いやいや。甘えはですね。どの辺の甘えかというところを、広田先生に指摘してもらおうと思って。はい。芸能ニュースです。アナウンサー。占い師の泉敦乃さんがパチンコで打ち止めを出しました。それでは泉さんの喜びの声を。こんなん出ました。広田先生、言っちゃってください、壇上に。ね、でも、いいよ、なかなか。いい。オチが読めるじゃん。読める。こんなん出ました。こんなん出ましたね。うん。散々使ってきたじゃない。使ってきた。口が酸っぱくなるほど使ってきたじゃない。こんなん出ました、なんで書いてくるんでしょうね。今一つこう、なんかこんなん出ましたと言うはずがないところで、言って初めてインパクトが出てくる。なるほど。だから、こんなん出ましたといえば、今は流行り言葉だから、一応ある程度の受けは期待できるわけ。それに甘えてはいけないだろ。だから、こう、インパクトですね。インパクト、そう。だから、例えば、僕が広田を尊敬しているのは、これを、大利根の5番のティーグラウンドで使ったというところをお前を尊敬してるんだよ。パーンと OB 打った後、こんなん出ました。これはやっぱり、なるほど、これがゲイというものです。うん、そうですね。まさかという時にこんなん出ました。なるほど。ね、おどかしいですね。おどかしい。ね。おどかしい。男女吉原は何にもあげない。うん。うん、
厳しいですね。そう、厳しい、厳しい。人生は厳しくいかなければいけないと、こういうふうに思って。しょうがないのが来てるから、これを最後にしようかな。ペンネーム、さすらいの流氷。これは、書いてないな。入学希望かな？便器が焼けたよー。丸焼けか？まだまだ、まだあるんだ。まだ、まだある。まだある。着ても暖かくない着物は寒い。いや、まだある、まだある。いやいや、まだあるんだ。引き用具が引っ叩かれたよ。ペン。この辺になってくると、おかしくなってくる。もうだんだんね。うん。この手口はありますよね、でも。この手口あると思う。私はね、このさすらいの流氷は、もしも入学を許可してなければ入学を許可したい。うん。うん。本人が。紙一重。紙一重。これ外すと、もう外すと最初、もう外すと郵便屋さんがこれは没にする。持ってこないってやつですね。花から郵便屋さん。郵便屋さんもちょっと手伝ってくれればいいんですよね。そうそうそう、郵便屋さんが読んで、読んだからダメだな。で、こう、反抗してね、多分ボスだと思いますので、当てどころに尋ね当たりませんかなんか、返す。返す。だみんなこう、鉛筆で返してくれ。ほんで、消し審査を押さなきゃ何度でもボスは使える。なるほど。まあ、第一次審査を、郵政省と提携してやるか。そうですよね。うん、その方が得ですよね。そう。みんなも得だ。方も得ですよ。そう。またかけるんだもん。そう、41円だもん。今。うん。この消費税が。ね？うん。だからさ、諸星。諸星。諸星。返上しなさい。ね。しょうがないのも来て、森喜恵子は入学希望。これに近いが、ありったけのあり。うん。うん。手を抜いてるんじゃないですかね。北から来た人は皆南を見た。うん。うん。まあでもこれは、梅をあげよう。梅をあげましょう。梅をあげよう。もうちょっとね。そう。それではこの後、恐怖のオバタリアン予備軍。デイコと森川ゆかりにバトンを渡したいと思います。恐怖のオバタリアンジュニア。オバタリアンジュニアーズ。ジュニアーズ。レイコとゆかり。レイコとゆかりっていうのは漫才でいけるな。いけますね。レイコとゆかり。レイコでーす！ゆかりでーす！うるさいわ。ここから、はい、つかみに入って。ね。レイコでーす！あ、もう一回。なんだこりゃ！砂嵐ですよ。半年前までよく吹いてた。おー、懐かしいのー。懐かしんでる場合じゃないですよ、これ。いや、もったいないな。30分分ちゃんと録音したのにな。ちゃんとしたんですけど。惜しかったなー。もうこれまでだな、今週はこれまでだ。水亀座、魚座、おひつじ座。東波トールレーズンプリンセスの新島弥生です。この間、CM の撮影でハワイに行った時、ブルの海辺へ出てみたら流れ星が一つ。みんなに愛されるスターになりたいな。オールレーズンと一緒に弥生も応援してください。ミネソタ州スプリングバレー、典型的な中部のカントリータウン。青い空、広がる大地、風になびく黄金の小麦。この町で生まれ育ち、そこから出たことのないような主婦たちが焼いているのは、こんなクッキーではないだろうか。伝統的なアメリカンスタイル、東波とオークビレッジ。レイクです。ゆかりです。どうもこんばんは。頭にくるよな。何よあれは。何よ。何がオバタリアンジュニアよ。ジュニアってつけるとこがまたまた憎い。失礼だわよね。本当にもうしょうがない。しかし似てたね。似てたけどね、うん、まあ確かにうるさい私たちは。うるさい。わかるよ。私ね、うるさくてね、うち帰るとテレビとかラジオ全部消すもん。えちょっと、何なのそれは。だから一日中自分の声を聞いてるじゃない。うん。だからさ、うん、もう帰ると全部消すさ。わかるわ、でもそれも。消すさ。いや、私はね、相手してるだけでも結構うるさいから。あ、そう。さて、11時半を過ぎますとですね、私、レイコとゆかりの女の子のための声援が始まるわけですが、はい、その前にちょっとお知らせですね。うん、来週から、6月いっぱいはセイヤング創業20周年スペシャルマンスリー、はい、ここで大好評深夜の区会もそれに習いまして、来週からのお題はセイヤングに
関するものを大募集しますよ、はい、例えばあのズバリセイヤングでもよしね、うん、またはラジオとかですね深夜放送とかあとはあの20とかですね20周年ですからね、はい、もういろいろいいですけどもね、とにかくセイヤングに関係するものなら何でも OK です、皆様の作品をお待ちしておりますよ、おはがきをねたくさんいただいているんで、行ってみたい。ちょっとあのリリリリンっていうのやってなんか、ね、嬉しいですね、はい、なんかほらエゴさんこのさレイコとゆかりのセイヤング、そうだよ、しっかり書いてきてくださいました。なんか嬉しい、乗っ取りますかねこのままねえ、本当に、まあ、オバタリアンジュニアで、あそんなこと言ったら怖いね、怖いね、そっか、江戸川区藤原智子さんいらっしゃ い、こんばんは、5月20日のセイヤング楽しかったですよ、あ私がハガキ読んでるからか、わりわり聞けよそこで、お聞くよ、そう、こんばんは、5月20日のセイヤング聞いてる、うん聞いてる、5月20日のセイヤング楽しかったですよ、久々にレイコさんのトークが聞けてまだまだ元気だなぁなどと思ってしまった、なんだこれこいつも失礼じゃない、これこいつもなんだよ、私はおばあさんか、まだまだお元気かなだって藤原友子、私ジュニア取った、この野郎、先週は男性とペアということで心なしか控えめだったレイコさんも5月27日は森川ゆかりさんと一緒ということなので、うん、とっても期待しています、もっと明るくしてってくださいねというね、いやいやいやこれ以上確かにね読まれてるわ、うん、それからですね、練馬区は佐藤修一君からいただいておりますよ、レイコさんこんばんは、ゆかりさんお元気で何よりです、テレビのコマーシャルでのアップは麗しい限りです、あそう、はい、そう今日は帝国通り始まっておりますでしょうか、うん、さて先日のことですが、うちの留守番電話に妙なものが入っていました、じゃら一言バカ野郎と叫んだ後プープーという例の電話を切った後の音が虚しく入っていたわけです、うん、仕事から帰ってきていきなりバカ野郎はないでしょ、そうだよ、まったく不愉快ですよ、んなわけでどうってことのない内容でしたけど、まあね、まあ電話にまつわる話なんか聞かせていただければ幸いです、私もやったことあるわ、バカ野郎って一発入れて、やったことある、私なんかね、うん、もしもし、あのね、私お母さんのことでちょっと話があるんだけど、じゃあまた後で電話するからガチャで、誰なんだろう、優柔なんだ、そういうのとかね、すごいね、だから相手を確認しない電話がすごく多いんです、留守番電話で、そう、だからね、例えばね、あの、あ、もしもし、あ、昨日は夜分どうもすみませんでした、うん、あの、また今度一緒に飲みましょうって男の子からね、うん、あ、そう、名前と住所言ってくれればいいのにとか思います、ちょっと生ってませんでした、その声、いや、生ってない、あ、本当、生ってるってお宅のマネージャーですか、うちのマネージャー、うちのマネージャーもは黙ってませんけどね、お宅のマネージャーの声すぐバレるね、はい、悪いことしてもバレる、わかりますね、本当にそう思うんですけどもね、この後大阪名古屋の皆さんをね、はい、お待ちしましょう、はい、曲作りの合宿のため今週までお休みです、まさしファンの方、曲作りに燃える兄を許してあげてください、本当ごめんなさいね、ということで今週は私長崎生まれのレイコと森川ゆかり、こんばんは、さきさきの東京生まれちょっと一行間違えました、いやいや原稿を読んじゃいけないよ、そうね、そう、お相手です、そうです、さて、うん、これからが女性による、読んじゃいけないよ、読んじゃいけないよ、これからが女性による女性のためのセイヤングの本番ですよ、はいよ、ゆかりちゃん声の調子はどうですか、うん、最高、でもさ一個だけ質問があるの、なんだよ、なんでひろとさんいんの、え、いやひろとさんなんでいんの、ね、なんでいんの、なんでいんの、なんでいんのって歯医者に行ってんの、歯医者に、歯医者だよ、そんなことでハワイの歯医者に行けばいいじゃないね、かわいそうに一人ぼっちで、そう、まあでもとにかく今日もね付き合ってくださいね、まあとにかくうそういうわけで、レイコとゆかりのセイヤング第395回、東京は文化放送大奥のなんで大奥なんだよ、なんだよ、大奥の第一スタジオからお送りします、はい、レイコとゆかりのセイヤング、この番組はハートもおいしいの東ハト製菓がお送りします、マキコ、この頃化粧が厚いんじゃないか、そうかな、ハーベストを見習いなさい、薄くて品がある、行ってきます、薄くて品があることが大事なんだぞ、薄さの中に美味しさがある、トーハトハーベストとチョコハーベスト、今日の授業は1時間目パックルシーフードバーベキューと2時間目パックルバターガーリック、花子忘れ物ないわね、はい、お姉ちゃん教科書忘れていっちゃったよ、カニの形の楽しいスナック、パクパクトーハトパックル、
セイエイヤー、なんか本当はウーマンっていう 曲でウーマンっていうところが出るんだったのに、編集の手違いからマン。ウーマンとマンじゃ全然違いますね、これ本当にね。さて、私レイコと森川ゆかりでお送りしております今夜のセイヤング、なぜにして2人は今ここにいるか、そのいきさつをですね、ラジオのお聞きの皆様にご説明したと思いますけれども、なんでだろう、なんでだろうね、なんでだろう、とにかくでも随分あの昔からお会いしてます、昔からね、5、6年前ですか、あれは。そうです、かれこれ遡れば。あれなんででしょう、あれはですね、はい、私はもうかれこれ昔はですね、あのスタッフをやってまして、裏方を、うん、その頃もう当に玲子さんは大スターであったわけでして、そういう言い方はないだろう、まあ、私はもう玲子さんのモニ、あのね、いわゆるスピーカーモニター運び、モニター運び、玲子さんその私のセッティングしたステージで歌を歌うと、そんなことやってた、このような関係でした。うわー、ごめんね、ゆかりちゃん、そんなこととは知らないで、いや今度お茶でも出していただければね、その時のあれは全てそうですか。じゃあのハーベストなんかもどんどんとね、いただきたいと思います、お願いしたいと思いますけどもね、最初に会った時にね、私のゆかりちゃんがね、いきなり、あーダメ、こんばんはって言ってきてね、嘘だよ、本当本当ですよ、皆さん、いや本当ですよ、本当まるでね、矢沢さんみたいなね、俺森かそう、よろしくっていう感じでね、こう手がペッとこう出てまして、ペット、だから私で、でましてや今日はちょっと無理して高い声出してるでしょ、うん、バレたでちょっと低いよ、もっと低いのよ、そう、もっと低くてドスが効いてたのそれで、それであの森川だよ、そう、でわこの人男かなって。そうだよ、またもう髪の毛長かったもん、あの頃が。だって髪の毛後ろにくくってたもん。くくってたっていう言い方やめて、言われてたとか結んでたとか言ってよ。あ、そう、うん、いやよくでもそう、くくってるって感じだったね、あの時はもう必死だったから。そう、本当にね、だからあのスタッフさんだったですからね、髪の毛振り乱してね、そうそうそう、顔も振り乱したバレた、おじさん着てるもんはさ、おじいパンタのいわゆるノベルティ商品、そうですよね、あの頃あのアホ踊りというグループがね、うん、そうそう、今解散していないんですけどもね、うん、彼らのあのほら、いわゆるあのロードマネージャーみたいなやってまして、そうですよね、あの今で言うと多分松本さんの下で働くような、そういう多分あの役回りだと思うんですけど、荷物持ちもしてたんですか。荷物持ちですね。あ、じゃあ松本もしてますよ、あ、そうですね、同じようなもんですか。そうですよ、赤坊さんの敵と言われてますからねじゃあ似たようなもんかもしれない、ねえ、うちのね、あのね、佐々木閣のねマネージャーさん、かわいそうですよ、あ、そう、あのね、松本君とか広田君もそうですけどね、とにかくね、駅で赤坊さんが怒るって、なんでお前たちがそんな荷物持ってるか、俺たちの仕事ないんだそういうのがね、ありました。でもそれ大事よね、体力第一だからね。そうよ、うん、でも私なんかね、ほら、あの、まあ、まさしさんとひろたくんだと、仕事仲間かなっていうのはあるでしょ。で、私、まあ、ゆかりちゃんもそうだろうけど、うん、私と松本くんっていうのは、ほら、男女の、一応男女の関係だから、私が偉そうに荷物を持たずにですね、自分の荷物だけ持って歩いてて、後ろから松本くんが重さーにこう、荷物を持っていくとですね、なんかね、情けない男が後ろから歩いてて。あ、なんかそんな感じに見えるんですね。わかる。だからゆかりちゃんみたいにメジャーになっちゃったらば、あ、ゆかりちゃんの後ろについている人はあ、マネージャーに決まっているっていうのはわかりますけどね。いやいやいや、そうでもないよ、うちも。いやいやいや、本当よ。松本さんはかわいそうだよね、あの細いから。いや、細いでしょ、うん、だから情けなく見える、うん、お宅のマネージャーは丸いデブだから。いやいやいや、何も出してもね、ただね、あの荷物持った時にあの、ね、背広 の襟が抜けるのね、それだけは勘弁してほしいから。首が短いですわかるわかるわかる、その状況わかります。あのこうずるっと後ろにこう、ね、襟抜きみたいな、お宅のねマネージャーさんはね、うん、あのあれでしたよ、うちに前ね、あのいたんですよ、みたいね、でその当時からね、あのね背広のね襟が後ろにたでしょ、なんだけなんかね、もう神のようなのね、前にいつも首が出てるって感じ、ね、そうなんですよね、方が違うのもしょうがない。前に出て、一人前に出てんだよね。そう、胃の首。胃の首。もう汚い顔だし、汚い爪だし、もう嫌だな。白鳥座のマネージャーさんの時はね、あの、あんなにね、コロコロしてなかった。あ、そう、やっぱりほら、私、いい、この、ほら、素直な、いい、当たりんだでしょ、だもんだから、超えて、安心しちゃったもんだから。じゃあ、なんかまるで私、松本君を虐待してるみたいな。いや、それが痛かったんだけどね。ちょっと待ってください。いやいやいや。はがき聞きましょう。そうそうそう。私が喋ってたら、あんた、何のコーナー？女の友情編だよ。そうそうそうね、まあそれであれですね、出会いを話したわけだ。どこが友情編なんだ、うん、本当に。ね、まあそういうわけで。ね、それでも本当にね、美しく出会いましたよね。どこも美しくないんですけどね。でもね、やっぱりあの頃は私もほら楽しみしてた白鳥のコンサート。
そうですよ。本当ありがとうございます。でも今はほら、加代子さん直々に見てきていただいてね、来ていただいて。森川さんがこうやって前にいますとですね、森川さんって彫りが深いんですよ、すごく。なんか、すごく存在感になるかもでしょ。すごく存在感になるか。迫ってくるでしょ。そうそうそう。迫りくる何かが。なんか自分がね、このペラーっていう顔だなっていうのがね、本当になんか分かってしまうんですけどね。そんなことありません。はい、まあでも、おはがき行ってみたいと思いますけどもね。やっと行きますか、はい。はい。森川さんに質問がたくさん来てるんですよ。なんでしょう。ありがとうございますね。岐阜県は、吉田美穂ちゃんからいらっしゃい。あ、ぶっ壊した。壊れちゃった。ごめんね、マッサン。マッサン来る時までは直しときます。さて、いきますよ。森川さんに質問、はい。森川さんはヘアプラスの CM に出演していらっしゃいますが、コマーシャルに出ていて、佐田さんのことがふと頭をよぎったりしませんか。今度安くちょっと購入してくるわ。あのね、まだあるの。佐田お兄様の場合は、ただ少しだけ涼しいかなという感じ、失礼だよ、これは。という感じですから、うん、ちょうどヘアプラスの適用例です。うん、森川さんはコマーシャルで何と言っているのですか、やりと聞こえますが、ということなんですけどもね。うん、やりあれね、うん、冗談でやったの、うん、こんなの採用されると思わないでしょ、うん、それで、なんとかかんとかで、あ、ヘアプラスにしたんだ、とか言って、うん、なんか面白いのやってくれてるんですよ、うん、らしいものらしいもの、うんうんうん、やれとかやったんですよそしたらそれがもう、大好評で、うんうん、あのヤリーってね、結構インパクトがありますよね。そうですか、うちの方では結構使うんです。最初何だったんだろうっていうふうに思うんですよ、うん、何がやったの、ヤリーなのか、だからやりのね、やりやりかななるほどね、そういうわけないだろう、うん、あれやったっていうことですね、やったねっていうことですね、そういうことです、そういうことです。あ、じゃあ下町にもそういう、なんていうんですか、方言があるわけですね。いわゆる大宿語ってんですかね、あ、やりっていうのが方言ですね、うん、やりっていうのね。そうですか、わかりました。やりというふうに言ってるらしいですよ。そうですね、ということです、はい、ではおはがき言ってくださいね。こちらもですね、はい、レイコさんにもたくさん質問のおはがきいただいております。ありがとうございます、はい、こちらは愛知県のですね、中野園子さんからいただきました。あ、なったなった、直りましたね、簡単に直るんじゃないですか、こんなもん、はい、今週はレイコさんの声ヤングですね。多分言いたいこと言いますね、しかし、はい、応援してます、頑張ってください、はい、ここで質問があります、はい、レイコさんには2人の、兄上がおられます、うん、どちらもね、お素敵、お素敵な、お素敵ちょっと、ね、慣れないこと言っただけじゃない何でも大をつけりゃいいってもんじゃないでしょうが、本当、お森川さんおゆかりさんいやいやいや、はいはい、怒ると怖いのはどちらですか。怒ると怖いの、うん、マッサンはね、うん、3年に一遍ぐらいね、もう真剣に怒るときありますね。ああ、器が、うん、やっぱあれはね、豆電球が破裂したって感じしますね。いきなり。うん、でね、しげりさんの場合は結構、うちの家系は大体短期なんですけど、しげりさん結構怒ってますね、ずっと。短期ですね、それは。もうだからずっと怒ってますよ。しげりさんだって怒りながら歩いてんのも顔。そうでしょ、顔でしょ。結構怖いよね。最初さ、何かな、この人と思ったんですよ。何怒ってんだろうと思いました。も何もしてないのに、初対面の人に。うんうんうん、だからさ、はい、結構悔しかったんですよ。そうですか。でもいい人ですよ、この間お酒怒ってもらいました。そうですか。本当にね、そういうところで用意するなんて、ね。まあそういうわけでね、ここで一曲お送りしようかと思います。ゆかりちゃんの曲紹介、あ、これね、あのイントロがないんで、はい、あのかぶせないでください。喋り終わってキュー出しますから、ね、分かってるわ、そんなもの、あんたより向こうが分かってるわ、そんなもの、これ5月25日に発売になったばっかりなんですけど、はいはいはい、これあの先ほどおっしゃってもらいました、うん、東京音楽祭肥料でしますから、その前に皆さんに一足先に、うんうん、まあレコード買ってくれた人は聞いてると思いますけど、はいはいはい、よろしければ買ってください。森川ゆかり、ビビアン、5月25日発売、森川ゆかりの新曲ビビアンでした。偉いわ、または偉いわ、よう言わんわ、私は。本当に。このビビアンはですね、うん、あの、聞きの通り、あの、ビビアンリー、あの、女優のですね、はいはい、まあ、恐れ多くも彼女の名前をお借りしたという。恐れ多い。この、あの、アルバムも同時発売なんですけれども、はい、こちらのアルバムの方はですね、はい、彼女の人生を綴った一枚となっておりますのでです ね、こちらの方はもう聞き応えがある。そしてですね、あの、今、あの、ご存知だと思いますけど、ドラマでも頑張っております。まだ言うぞ。湘南物語というの、はい、藤田也さんの恋人役。ね、ちょっとね、今日のところはですね、れいこさんにね、臭い芝居を見られてしまったなって感じで、そうですね、うん、背中になんかね、すごく冷たい視線が突き刺さってるのが分かりました、私は。毎週漂ってましたよ。本当？本当に。まあ、あの、それにさることながら、夏にはですね、はい、あの、夏休み映画としてですね、うん、映画を初めて。なんだって、これがまた清水浩二郎くんと中村徹くんのヒロイン。うわー、なんか姉子かなんかやるわけ。バレてました。あ、そう。あ、そう。まあ、やっぱり姉子派ヒロイン。あら、そう。なんかとってもいい青春ものなんでね、こちらの方もぜひ皆さん見に来らしていただければ。そうですね、はい。みんなで協力しましょう。ありがとうございます。森川ゆかり情報でございます。サボラちゃんの母親にポチと頑張ってね。はい、頑張るよ。頑張るよ。
のお時間ですね、ペンネームキリンの飼育係さんからいただいております。前略玲子さん、ゆかりさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。番号は先日のことです。学校が終わって私と友人2人と一緒に学校を出ていろいろ話をしているとふと校舎の周りの植木の葉がとっても青くなっていたのに気づきました。もうそろそろ夏かな、早く夏が来ないかなと友人に言うと、そのうちの一人の涼子さんが、ああもう夏の匂いがするねと言ったのです。夏の匂いってどんな風でしょう。季節の移り変わる兆しを匂いで感じられるなんてとっても素敵なことだなと思いました。そういえば初夏になれば私たちの修学旅行です。早く夏にならないかなというお便りなんですけども、夏の匂い私も、ね、感じます。どういう匂いですか。あの草草木の匂いっていうことしたんですよ。いやいや何ですか。いやいや今思わず焦ってた。草っていうところで止まんないでくださいね。はい、まあそういうわけで私もそう思います。やっぱりなんかこうむせ返る、ね、草の匂いね。今日お便りをご紹介したキリンの飼育係さんには、東鳩製菓からハーベストほか美味しいお菓子の詰め合わせをお送りします。私の曲を そろそろおかけしたいと思いますけれども、あら何その色何なのよ。9月の何日かに発売されました消極的な玲子でございますが、A 面は中島みゆきさんが作ってくださった曲なんですが、B 面に私が、作った曲があるんです。初めて作ったんですけどもね、その曲を今日は初公開したいと思います。玲子で雨のモノローグ。
さん、よしおまたデスコか？お父さん、デスコじゃなくてディスコでしょ？このポテコは美味しい。ポテコじゃなくてポテト。トーハトポテコ。あら、ポテコね。軽い塩味のトーハトポテコと投げは。小さい頃使っていたグローブ、毎日のように仲間と遊んだ。父とよくキャッチボールをしたやつ。この味にはそんな思い出が詰まっている。変わらない美味しさ、トーハトキャラメルコーン。生まれてきたけれど、女の幸せまだ遠い。せっかく切ない歌やな、どうでもいいけど。レイコとゆかりのセイヤング女の幸せ編。さて続いては、なんかこのエコーがなんかすごいな。レイコさん、もっと幸せな感じでって言ってたっけ。そうでしょ、だって女は二人とも声低いとさ、どうも幸せ、なんかそんな感じになってしまいます ね。この女の幸せをテーマにお送りしたいと思います。まずはおはがきを紹介させていただきます、はい。この方はですね、千葉県成田市ですね、小山修造くん AB 型いらっしゃい。玲子さん、ゆかりさん、こんばんは。さて、来月はもう6月ですよね、6月といえば、なんといってもこの時期結構多いのが結婚だと思うんです。あ、ジュンブライドですか。なんといってもジュンブライドと言われていますからね、そこで私はお二人に聞きたい。そろそろ玲子さんもゆかりさんも結婚というのを少しは考えるかと思います。少しは考える。何なのこの言い方。もし怖い結婚をするなら、いつどこでどんな結婚式をしたいですか。例えば12月25日に北海道でサンタクロースの姿でやれたら。いや、もうバカにしてるかお前。あ、青だよこれじゃあ。2人で赤い服着て。それでもいいかもしんないな。やめてほしいわ。トナカイになってもらってね。例えば暑い8月の日に中国の砂漠の中で我慢大会をしながら結婚式をやるとか、いろいろありますね。2人の考え聞きたいな。やっぱりリコさんは長崎かな、ゆかりさんは下町の結婚式なのかなと書いてありますけどもね。どうですか。どうですか。え、先輩からどうぞ。いや、先輩よりまずほら下を立てて。いやいや、すみませんそういう時ばっかりも。そうそうそう、私はもう決めてるんですよ、ちょっと武道館かね、ビッグエッグでやりたいんですね、これ、はい、入場料取って。いやいやいや、もちろんもちろん、もうお気持ちで結構です、入場料はね。あ、そのお気持ちって一番良くないんだよ。そうなんです、それを狙ってるんですけどね、これちょっと稼ぎ出そうかなって結婚式で。じゃあ何回ぐらい決めますか。それも早替えです、衣装のコンサートと同じで。あ、じゃあ歌も歌っちゃう。あ、もちろん。でもちょっと私は上からですね、ちょっとあの時白雪姫になれなかったっていう悔しい部分がありますから、白雪姫の格好をしてこう降りてくる、そこにまあ私くし柴又ですからね、矢切の私に乗って旦那が下からこうだーっと出てくる。そこで二人は出会う。この劇的ななんかそのシチュエーションの下で自分でこう演出なんかをしながらね、矢切の私って言えばショーアップされたね。いやー、この間私は矢切の私初めて乗りましたよ。私も乗りました。たまたまね、休みだったんでね、もう人が多い多いね、またあれは普通なんて言うんですか、船頭さん、船頭さんがこうほら炉でこう、ごめんどうもありがとう、フォローしてくれて、いいマネージャー松本くん、で炉でね、こぐのが当たり前なんでしょ、でところがね、今日は強風のために、船外機、だからブン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 っていくやつですよ、でもあれ猛スピードでブン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 っていっちゃうと、それこそ20秒もかからないぐらいなんですね、そうそうそう、ですからできるだけ遅くね行ってくれたりなんかしましたですけどね。はい、もう本当にそうですか。私結婚式って全然考えてないだからダメなんですよ。私のようにこう夢持ってるだけまだいいですよ。いや、夢は持ってるけど、どうしようかとかさ、具体的なことってわかんないじゃない。だってもしもさ、なんかさ、今流行ってるじゃない、傘をこう刺して、なんかほら、ね、番傘刺して二人で出てきたりさするじゃない、でなんかもうひどいのになるとほら男の人がちょんまげして出てきたから、あれ何を考えてんだろうって張り倒してくれますよね。何なんだろうと思いませんか、ね、よしなさいって。だからそういうのはね、相手によってかしら。相手もよりますね、そうですね。だって金もないのに武道館でできないしね、それは言えてますよ。でしょ、その場で考えた方がいいかもしれない。そうだよね、そう思いますよ。でね、まあ、理想の旦那、例えば理想の男の人のタイプはいかがですか、どういうタイプがいい。私ですか。私はもうデブです。もう 汗かきのデブ。汗かきの、これに限ります。トールさんみたいな。大好きですよ、本当、へえ、そう。どうですか。いや、私はあんまり好きになったら どうでもいいっていう感じ。間口が広いですね、それなんだか。そうでしょ、ね、でも私もだんだん年とともに間口が広くなって、もう何でもいいかなみたいな感じはだんだんなってきました。でも仕事もできる人がいいですね。もちろん、ある意味ではね、尊敬できて。ただ、ちょっと、あなた今、一瞬のうちにいろんなこと言いませんでした
ね、本当、欲が深い。いやでもそうか、だから妥協しちゃいけないかもしれない。妥協はしないけど ね、やっぱり好きになればどんな人だ だから自慢できないじゃないですか、友達で自慢したいよね、やっぱね、したいですけどね、はい、まあそういうわけでいろいろ考えることもあります。まあいいじゃないか。レイコとゆかりのセイヤング、この番組はハートも美味しいの東ハト製菓がお送りしました。引き続きセイヤングアネックスでお楽しみください。遅い、今夜のセイヤング兄のまさしはですね、曲作りの合宿のためにお休みなんです。どうもすいません、今週は小学校から高校までずっと体育委員だった私レイコとそうなんですか、そんな感じするでしょ、うん、する。幼稚園の学芸会でですね、白雪姫に毒リンゴを食べさせるおばあさん役をやった私森川ゆかりでお送りしてます。声が合うもんねレイコとゆかりのセイヤング第395回、東京は文化放送女の園の第一スタジオからお送りしております。さあそれではお待ちかね、アッピとリスナーのお宅、そしてスタジオを結ぶ愛の架け橋、カツさんのクイズ一票の時間ですね、うん、クイズの出題者のホテルアッピグランドの支配にカツさんをゆかりちゃんと呼んでみたいと思います。はい、カツさん、おい、あ、どうぞ、どっか一票、あんまりっか、どっちの方の頭が悪いな、なんか本当に日本にいるんですか、え、日本にいいんですか、本当にちょっと遠いんですよ今日本当、国際電話みたい、いやいや今日はですね、はいはい、レイコと森川ゆかりと2人でですね、頑張ってますんで、頑張ってますか、ご苦労様です、ありがとうございます僕も頑張ってます、はい、頑張ってね、はい、さあ勝さんのクイズ一票、記念すべき5月の最終週、最終週ですね、回答者は、板倉ひろこさんです。もしもし、もひもひ、はいはい、あ、いいっすよ、あれ、そうなの、早い、早い、いや、何も聞いてませんけどね、早いよ、それは、はい、焦っちゃった、焦っちゃった、言おうから、ちょっともう一回ね、どうすか、あ、いいっすよ、あ、うん、どうですか、いいノリですね、この軽い、いいノリですね、はい、まあ、ですね、お名前が、あ、板倉、あれ、誰が書いたの、いや、これ、なんか娘さんが書いてらっしゃるみたいですけどね、実の娘が言うのもなんですが、割と美人じゃないかなという、そうなの、例えば、そうなの、どさくさに紛れ、いやいや、そうなの、好きだな、うちの母親に似てますわ、勝さん、この方、どうでしょう、いいよ、まあ、今度ぜひ、アッピに、アッピに、ねえ、47歳ですから。結構なんか美人みたいですよ。ね。42歳ですよ。いや、レイコさん失礼だな。自分が5歳間違えられたら嫌でしょ。ごめん、5歳間違ったお母さん。42歳ですね。42歳。はい。それでは行ってみましょう。はい、カツさん、問題をお願いします。いきますよ。はい。私、カツが支配人を務めるホテルアッピグランドは、その名の通りアッピ高原にあるわけですが、さて、このアッピ高原とは何県にあるでしょう。難しい。ちょっと難しいかな。はい。1。うん、南国は沖縄県。はいはい。はい。2番、北国北海道。はいはい。3番、東北は岩手県。これは違うな。ちょっと難しいで、ヒント出しましょうか。そうですね。はい。安比高原には新幹線で来れます。はい、わかりました。わかりました？はい。はい。3番。早いですね、気が。誰もない。いいっすよ。いいっすよ。いいっすよ。何を。板倉ひろこさん、どうですかとか言う前に全部言っちゃうんですよね。いや、見事正解の板倉ひろこさんには、はい、ありがとうございました、はい、おめでとうございます。何をプレゼントしましょうか。今日はですね、ポロシャツを、は、米シャツ、米シャツじゃない大ボケじゃないですか、それじゃポロシャツ、はポロシャツ、今もうすいません、あんの東京に米シャツっていや、うん、あるかもしれない。米の香りもする。すみません、ちょっと最近耳が遠いんで。そうですか。ポロシャツですね。はいはい。はい、わかりました。じゃあ、板倉さんの方には、ポロシャツを、ね。サイズは M でいいですね。あ、どうもありがとうございます。はい、私用に、いやいや、私用に。私用にです。お母さんによ、まあ。ありがとうございます。M でいいんですね。M。M で十分です。はい。はい、そういうわけで、板倉さん、引き続き、レイコとゆかりの声援を楽しんでくださいね。はい、それではまた。それではまた。はい。カツさんのクイズ一票。では、明るく健康的な視聴者を募集しております。宛先は、郵便番号 160-02、文化放送、さだまさしの声援、カツさんのクイズ一票、出場者の係まで。そういうわけで、カツさん、来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。またねー。はい。
音楽新現地 From A Live Alive 89第1弾 Was Not Was初来日決定。6月10日渋谷公会堂、11日川崎市立産業文化会館、14日大阪毎日ホール。その人なりの From A。 お問い合わせは宇藤音楽事務所、東京 03-402-7281。 今 From A 持ってるんだ。ザ社員特集なんだ。一緒に読みたいんだ。社員や契約社員の特集でしょ。だから部屋に入れて。この次の From A は社員契約社員特集、その名も From A ザ社員。その人なりの From A。 火曜日発売。カーセンサーレディオインデック、あの GTR が280馬力になって帰ってくる。緊急速報スカイラインフルモデルチェンジ、そしてニューインテグラ、プジョー405ほか、ボーナスで欲しい新車一気対決。さらに梅雨はもうすぐ、トラブルは好防げ。買い時の新車情報満載、車選びの総合情報誌カーセンサー、今発売中。森川です。私ってすっごい怖がりのくせに。なわけねえだろがね。せいえいえいや。ちょ、なんでこれ。いや、ビビリ。いやー、本当にね、アタックを送ってくれた山形県の菊池実さんには、新しいカセットテープとセイヤング特製テレカを。みんなやらなくていいよ。お前テレカ、いや結構受けたから、これをあげなきゃ。これだってなかなかね、こういうのないんだからね。森川君、いや、なんか沼さんの声に似てた。なわけねえよ。そうだよね、これを差し上げますんでね。さて、感の鋭いリスナーなら今週あたりそろそろ書けるんじゃないかと耳を長くして待っていたのではないでしょうか。私も大変楽しみにしてました。そうです、冗談から新曲、さだまさし新曲のお披露目。さっきと同じ場合ある。大拍手よ。早速新曲に関するお便りをいただいていますので、ご紹介したいと思います。はい、練馬区はペンネーム木蓮さん。練馬区か。そう、練馬区、ね、そうですね。もうすぐですね、6月1日加藤さんの曲発売まであと少し。実を言うと、夜人ライブに私も参加したから、今度の新曲の中に私の声や拍手も入っているってわけ。これが商品として売り出されるかと思うとワクワクドキドキね。えゆかりんとれいこさんも初めて自分の声がレコードになった時、興奮しませんでした？私の場合歌手としてではないけど、素人としてレコーディングに参加できたってことが嬉しくっていい。もう友人知人に買ってとセールスしまくっております。ミーハート笑わないでね。そんなわけで6月1日は私にとって記念すべき日になりそうです。ニャハニャハニャハ。ではゆかりんとれいこ。ゆかりんだって。ゆかりんって呼ばれてんの？そう、あ、そう、うん、ゆかりんとゴン。うん、見てる人しか分かりませんね、これは。そうですね。ではゆかりんとれいこさんもお体大切になさって、芝居に歌にご活躍くださいませ、というおはがきをいただいておりましてですね。あ、そう、うん、知らなかった、ゆかりんね。うん、だってほら、中山美穂ちゃんミポリンだもん。私ゆかりんよね。何みんなその嫌そうな。じゃあ私は、え、私それはもうレイリンって変ね。レイコリン。なんかでも何でもリンキキで可愛いってもんじゃないですね。どうしたらどうしたらの髪ってそういうんですか。ゆかりんだって結構ね、この声でいきなりさ、森川ゆかりです、ゆかりんです。ちょっといいじゃないですか、子供向けの番組ですから。ねえ、そう思うんですけれども、見てる人しか分かりません。じゃあこのね、そう、自分の声がレコードになった時興奮しませんでしたって、どうだった？嬉しいですよね。私も本当にね、信じられなかったですね。まずで言っちゃったもの、確かめちゃったもの。大体だって白雪姫のさ、またこの話ぶり返すね。いや、ねえ、独立後のおばあさん役やった人がですね。何で降ろされたかって、あの声がね、私は森に住むシンデレラだったからさ。シンデレラの声じゃ。もっといい役があるのよ。って言ってもらったのが、あの、ババアの役でしたからね。ババアで、おばあさんの役ですね。おばあさんね、私も小さい頃本当に気づきましたよ。もう心にね、大きな。自分の声ってやっぱり分かってました？声が低いなっていうの。分かってました。音楽の時間でみんなで同じキーで歌いませんでしたね、歌が。じゃあどうやって歌ってたわけ？え？あの、休みましたよ。嫌で。保健室でお腹痛いって寝たりとか。はぁ、うん、男の子より気が低かったっていうことですね。あ、そうなんだ。いや、私なんかね、自分がこんな声が低いなんてね、全然気がつかなかったの。全く気がつかないでね、歌歌い始めて、ああ、こんなに私って声が低いんだなっていうのが分かったの。はぁ、なるほど。うん、で、あの、まあね、もう皆さんは今ね、うん、カセットテープで流れる自分の声とかはさ、よく聞くけども、ね、最初に自分の声聞いた時驚かなかった？カセットに吹き込んでね、これ私の声じゃないって思わなかったんです？って思ったねえ、うん、そう思うよね、うん、本当にね、だからね、私もね、わ、こんな声がね、うん、歌を歌っているとはいえ、うん、
レコードになって人様がお金を出して、うん、いいのだろうか、いいのだろうかって思いました。私も本当に思いましたよ。申し訳ない、もうお金をなんか払ってもらったらそれ貸しちゃうかなって思って、ねうん、でもゆかりちゃんなんかショーミーが売れたしね。いやいや、もうびっくりしました。もうガサ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 この声、いやいい、もういい加減にしてほしいですよね。いいじゃないですか。 やっぱりね、あ、森川ゆかりだなってすぐ分かるところがそうそう素晴らしい。うちのおばあちゃんなんかね、声聞いてやってわかるって言います。おばあちゃんが、おばあちゃんね、顔じゃわからない、顔じゃわかんない。ほらお化粧してさ、綺麗な衣装着て出ちゃってるもんだから、おお声聞いて、あんたにゆかりじゃないかねってね、うん、時代劇に出た時にね、うんうん、あの声を聞いてわかったみたいですよ。おかしょとか言ってそりゃそうだ、カツラつけてるからね、わかんない、余計にわかんないもんね、うん、そうか、私なんかあれですよ、あのテレビに映った顔と普通の顔と全く違いますからね、うん、だからね、テレビに映ったらね、全くね、もうのっぺらーっとした顔ですね。テレビってね、そうですよね、うん、2倍ぐらい大きく見えますもんね。そうですね、うん、だからそういう意味では本当ですよ、本当ですよ、うん、皆さん、ね、本当ですよ。まあ、そういうわけですね。え、それでは聞いてください。6月1日緊急発売、さだまさし立具屋加藤の決心、わしがジジイになった頃です。一服のコーナーです。曲作りで合宿中のマッサンも来週には帰ってきますのでね、そして来週はセイヤングが始まってからちょうど20年目なんですよ。すごいですね。そこでセイヤングは6月いっぱい創業20年スペシャルマンスリーをお送りします。毎週歴代パーソナリティのコメントや出演を予定しております。そこでね、あの一つ皆さんにお願いがあるんですけれども、昔のセイヤングの録音テープをお持ちの方、よろしかったらぜひそのテープを送っていただきたいです。もちろんお返ししますけどもね、貴重なものなので可能ならダビングをして送っていただけたらなおありがたく思います。もしも本当にもしも持ってらっしゃったらですね、昭和44年6月3日第一声なんですよ。44年4年6月3日が第一声。この第一声はミノモンタさんなんですって。そうなったんですか、うん、だからね、特にこの昭和44年6月3日の第一声のミノモンタさんのセイヤングをね、うん、あのこれを、まあ、でもカセットテープが当時やっと 出始めたぐらいの時期ですか。まだ小学生ですね、私たち。そうですよ、小学生ですよ、まだ子供ですからね。私生まれたばかりですね。嘘つけ嘘つけな、そんなとこでサバ読んでどうすんだよ。嘘つけ、そうだよ、そうだよ、うん、でね、この、まあ、ミノモンタさんのね、声を私は持っているぞという方いらっしゃいましたらば、特に、お待ちしております。はい、はい、それから大好評深夜の句会も20周年記念ということで、来週から6月いっぱいお題はセイヤングに関するものなら何でも構いませんよ。例えばズバリセイヤングとかですね、それからラジオ深夜放送、うん、20年とかね、うん、歴代パーソナリティのこうなんかね、なんかそういう、うん、やつとかですね、例えばそういうやつをお待ちしておりますよ。はい、それからセイヤングに関する思い出、懐かしの深夜放送に関するエピソード、まあその頃の懐かしい曲への リクエストなどね、ラジオに関するおはがきも大募集しております。マッサン帰ってきますからね、うん、マッサンをはがきで迎えてしまおうという感じがするんですけど、とにかく来週から一月セイヤングは絶対保存版聞かなきゃ常々してしまうよというぐらいね、面白いことをしたいと思っております。そういうわけでですね、おはがきいただいているんですよ。はい、ちょっと一服しながら、北区は小林千恵さん、このセイヤングが20年も続いたなんて信じられないのですが、それもそうですよね、私がこの番組のファンになってまだ5年だもの。思い出の番組なんて言われてもちょっとわからないのですけれども、三大深夜放送を制した吉田拓郎さんの放送を聞きたいと思っています。私がこの番組の存在を教え、私がこの番組の存在を教えてくれたのは兄でした。あ、私にですね、これね。ちょっと間違ってるよ。兄は親に隠れて聞いていたそうですが、その頃の私はまだ小学生でした。自分専用のラジカセを買うまでには時間がかかり、中学生になってからこの番組のリスナーとなったのです。そのせいか、セイヤングという言葉を聞くと、なぜか兄がよく聞いていた吉田拓郎さんを思い出してしまうんです。と、ゆかりちゃんなんか、あの深夜放送ね、ラジオ、思い出のラジオ番組なんか、どういうのあります？いやー、私ね、あんまりラジオは聞かなかった、うん、自分では聞かなかったと思うんですけどね。あ、そう、あら、だから思い出のっていうよりも、うん、深夜放送っていうか、私自分がほら、例えば初めてパーソナリティになったとか、いや、それよりね、ハガキもらった時が嬉しかった。ハガキ、うん、誰に読まれたんですか？布施明さん。
あなたの大好きな。そう、なぜ知ってるの。え、知ってるわ。私ほら森川ゆかりのファンクラブ入ってるから。あ、まあ、た、ね、ダウトキッズ。そうです。後でね、後で解放渡しますから。後で、ね、入るからね。じゃあもう本当にマジでね、うん、嬉しかった。でも自分でやったっていうのはやっぱりあの深夜放送ついこの間で終わっちゃったんですけども、はい、あのやっぱり1時から3時の枠でやらせていただいてたのがあってね。すごい。これはね、うん、またどこかの曲を乗っ取りたいと思ってるんですよ。あ、うん、これはやかましいよ。いやいや、一人でもやかましい。二人でやろうか。やろうか。やかましいよね、これ。あのちょっと時間やっぱりしましょう、うん、あの曲作る時間ってやっぱりもっと欲しいだろうから。欲しいだろうと思うし、うん、やっぱり週一こういうのがあったりすると安心してられない。安心して。というわけで、うんうん、まあ1年間くらい私たちなんかやってもらえる。1年じゃいい曲できるんじゃないこれ。でも週一ってか1ヶ月に1遍ぐらい私たちがこう持たせていただくっていうのはどうかしらね。謙虚ですね。さすがね、謙虚でしょ、うん、だってラジオのね向こうで、ね、なんか怒ってる、うん、そのね顔が私想像できちゃうんだもん。もう知らないもののもう怖いものなしというね。すいませんね。すいません。私はね、吉田拓郎さんがやっぱり番組やってた時にね、あのハガキを書いてリクエストしたんです。それがすごい生意気なね、あの曲をリクエストしてね、当時ね、あのブラジルセブントゥセブンになってなかったのかな、セルジオメンデスっていうあのまああのあるんですけどね、それを聞いてたもんだからすごい生意気なリクエストしたんですよ、うん、それを読んでくれて、うん、でところが自分の名前をね書かなかったの、うん、匿名希望っていうか、いやうっかりじゃなくてペンネームで書いたんですよ、うん、でペンネームで書いてても普通は自分のほらあの名前と住所と書くでしょ、うん、で私ねほらその頃すごいシャイだったから、はい、とってもねあのできなかったんです、それが。あ、うん、だからねあのやっぱ悔しいなと思っているんですけれどもね、まあとにかく皆さんのおがきをお待ちしております。音楽新現地 From A Live Alive 89第1弾 Was Not Was初来日決定。6月10日渋谷公会堂、11日川崎市立産業文化会館、14日大阪毎日ホール。その人なりの From A。 お問い合わせは有働音楽事務所、東京03-4027281。いつも From A はアルバイト探しの基本である。職種別の作品で見つけやすいのである。アルバイトのみならず得する情報が満載である。 From A は東京の学生の基本である。毎週火曜日発売である。その人なりの From A。 Say yeah。いやー、しかしなんだかんだなんだかんだ言いつつも、もう今日野球も押さなかったし、1時間半も終わりですか。もうそうですよ。あれ、私何も喋ってないよ。またあら、まいったな。あら、こんな僕ちょっと間も喋んなかった。また何も喋ってないわけ。あんた、あれ、あんだけ喋って。いやまあ本当にね、まあ、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいます、ね、そうなんですよね、うん、特に生放送というのは早いですよね、うん、私なんかは先週と、まあ、今週西安号を、ね、担当させていただいたんですけれども、ね、先週なんかあの農賃がね、あの来てくれて、農賃がほとんどやってくれたんですね。だから私なんかほえーとかはーとかっていうリアクションをやってるだけでなんかの手を打った番組が終わってしまったっていう感じがするんですけれどもね、まあでも今日は本当にゆかりちゃん、私はとっても楽しかったです。そうですか、はい、うん、なんかあの曲で言いたりないことありません。今のうちですよ。そうですか。いや、レイコも頑張って ますしさ。ますしさ、うん、だからゆかりちゃんと会うとね、なんかホッとするんだよね、私、うん、なんかこう飾らないで済むでしょ。なんかこう、ありがとうございます、あなたお忙しそうね、私も結構お忙しいんですけど、なんて言わなくて済むっていうのがね、やっぱ嬉しいですよね。はい、本当にどうもありがとうございました。耳してません、もしかしたら。いや、大丈夫大丈夫。よかった。はい、来週はマッサンが戻ってきます。たくさんのハガキでお迎えしてやってくださいね。はい、西安号はハガキコミュニケーションラジオです。お便りの宛先はすべてこちらです。郵便番号 160-02 文化放送、さだまさしの西安号、それぞれの係まで。来週は久々のマッサンの登場です。お楽しみに。今夜のお相手は、レイコと、森川ゆかりでした。また。バイバイ。